年末年始が山だ。過度の疲労で入院し、退院後もテレワークをしていた小池百合子東京都知事が、21日に公務復帰を果たし、冗談を飛ばす余裕を見せるなど、回復をアピールした。確かに足取りは軽く、入院前に頻繁にあった咳込むシーンもこの日はなかった。しかし、今後に不安がないわけではない。 どうされたんですか皆さん午前11時半ごろ、都庁に約4週間ぶりに姿を現した小池氏は待ち構えた報道陣に対してとぼけてみせた。その上でご心配をおかけしました。体調は万全。と、強調。過度の疲労で入院するのは6月下旬に続いて2回目、前回は 退院後の足取りが重く感じられたが、この日は軽かった。全国知事会へのオンライン出席では、よどみなく意見を言った。コロナについて、これからの時期は寒くなることから感染症が流行しやすくなり、人の動きも年末年始で活発化することが予想されます。海外の事情を見ていると、感染の再拡大する国も出てきている。 いろいろな事情があるが、最大限の警戒が必要です。都大六杯の危機感を訴えた。また、報道陣へは、無免許運転で在宅起訴された木下文子都議について言及。今の状況を理解できない人ではない。自らが出所身体を正していくことについて、彼女自身が決することを確信している。と、辞職を促した。 入院前は、話しているときに咳き込んだり、声がかすれたりしたこともあった。しかし、この日の小池氏は、たくさん話したものの、そんな姿は見せなかった。午後4時過ぎに体調その時も、職員の皆さんが、連携を取りながら、しっかりやってくれたので、土星の停滞はありません。これからも、さらに、 爆速で進めていきたい。と、今後を語る余裕があった。小池氏が不在の間、何も発信がなかったこともあり、病状をめぐって憶測が駆け回った。重病らしい。辞任を検討しているらしい。という話が出回り、報道もちらほら出始めていた。都政関係者は、辞任説が出たことによって、 想定より早く復帰することになったのではないか。と指摘、本来ならもう少し休んでいたかもしれないというのだ。小池氏には弱点があるそうだ。小池氏に近い関係者は、小池氏はこれからの時期、いつも体調を崩しています。年末年始は、毎年、風邪をひいて、忘年会や新年会のシーズンは、大抵、 咳込んでいたのを覚えています。と明かした。ただでさえ苦手な年末年始に言葉通り爆速で仕事をすれば体調不良がぶり返しかねない。